はい、そしたら、この子今回頑張ってもらったんやけど、まあ、前の高校生はね、その授業で、来てもらったんやけど、この子飛び込んできたやん、お店に。うん、それは、なんでいきなり飛び込んできたの？いや、後輩と観音寺をブラブラしていて、うん、いて、ちょっと百州屏風店の横を通ったんで、寄ってみようと思って。いや、ブラブラいたって、なあ、1時間がかかるやん。そんなかかるのか。30分がかかるの。30分ぐらいです。かかるんだな。はい、あ、それで知っとったの？その DVD のことは。あ、知ってました。ホームページ見て。はい。あ、誰かから聞いて。いや。ホームページ見て。はい。あ、ほんと。はいはい。ほんだその、コテの張り替えを、そのチャレンジする前は、どんなこと考えて、できると思っとった？あ、ワクワクしてました。ワクワクしとった。はい、ちょっと楽しみでした。できると思った？いやまあ、ひどいものになるかなと思いました。自分でたまにやるの？そんなことない。うわ、手芸はしません。手芸はしません。はい、はい、わかりました。したら、来て、最初の1日目やな、昨日やな。昨日、午前中、いっぱい DVD 見てもらったんやけど、DVD 見た後はどんなこと思った？あ、これはいけるぞと思いました。いけるぞ思った？はい。ほんまに？はい。いける思った？はい。あ、そう。そうか。ほんなら実際に、まあ、昨日半日と今日1日かやってみたんやけど、やってみてどうやった？あ、楽しかったです。楽しいって感じ？はい。ああ、難しくなかった？はい。あ、祭りが難しかったです。祭り最後難しかった。はい。他は？他は、特になかったです。なかった、はい、大丈夫だった？針とか糸とかも大丈夫だった？間違わなかった？はい、マニュアル通りにやったらできました。おお、オッケー。ほんだら、この子もちろん経験とかないところでいきなりやってみたんやけど、他の人も頑張ったらできると思う？絶対にできます、これは。あ、できると思う、はい、本当僕でもできたみたいな感じ。はい。ああ、わかった。ほんだら最後、まあ、今回2日しかなかったから、まあ、実際片方のコテしか今直せてないんだけどな、もう片方どうすんの？やります。どこで？家で。あ、家で持って帰ったよね。持って帰ったよ。はい。ほんで両方きれいにして稽古で使うっていう感じやな。はい。うん、分かった。ちょっとコテにして最後。あ、はい、こんな感じやな。はい、じゃあこんな感じでできました。イエーイ。はい。